ばんは、愛香です。東京での購入品をですね、少しずつご紹介していきたいと思うんですが、結構ね、今回はバラバラと買ったんですけれども、一つですね、まとめ買いをしたブランドがありますので、そちらからご紹介していきたいと思います。で、何のブランドかと言いますと、私にとってはね、初購入のブランドになるんですが、スックです。というのもですね、以前の企画ですね、あの時にやってほしい企画という欄があったと思うんですが、そちらでスック縛りをね、やってほしいという要望が結構ありまして、スックね、人気だけれども、そういえば買ったことがないなと思って、銀座に行った時にですね、ちょっとカウンターに寄ってみました。細かいところまでのアイテムは縛りでやれるほどね、ちょっと揃えてないんですけれども、とりあえずベースとチークとリップとアイシャドウですね、購入してきたので、まあ、ベースとポイントはスックで仕上げれるような感じの構成にしてみました。なので今回はですね、とりあえず購入したアイテムをザザッとご紹介しながらですね、簡単に色味だけを見て、それぞれのパレットを使ったアイメイクを練習してから、またね、個別でメイク動画なんかも撮っていきたいなと思います。それでは購入品ですね、早速ご紹介していきます。先週の動画でも上げたんですけれども、ファンデーションをね、ちょっと色が合わなくなってきた気がして、すごく探してたんですよね。で、トムフォードで見ようかなと思ってたんですけれども、ちょっと初日ですね、トムフォードに行くのをすっかり忘れていてですね、でスック縛りをするためにカウンター行こうと思ってたんで、銀座三越のカウンターに行ったんですけれども、まあ、その時にね、ファンデーションが結構目立つところに並べてあったので、一緒にね、色を見ていただきました。で、全体的な印象としては、スックのファンデーションってね、結構ね、黄色味の強いものが多くて意外でした。なんかね、もうちょっとこうピンク寄りの色展開とかもあるのかなと思っていたんですけども、なんか明るい色になればなるほど黄色味が強くて、ちょっとね、暗めのトーンになるとようやくね、赤み寄りの色展開があるような構成になっていました。なので、本当にね、お肌がもうどちらかというと、もう色が白くってピンク味が強いっていう人だとね、合う色がないかもしれないなというね、ちょっとね、偏った色構成だなと思いました。なんですけれども、私はですね、今回このスックフィックスリキッドファンデーションライトネスというですね、リキッドタイプのファンデーションの中から101番というね、一番明るい色を選んでいただきました。これ単品だとね、手の甲に出した時にちょっと黄色い気がしたんですが、こちらの下地ですね、スックトリートメントプライマー、こちらがですね、ピンク系のお下地になっていて、これをね、組み合わせると、まあ、スックのカウンターのライトの下で見た感じだとね、私の肌の色に合っているなという印象でした。下地のお色がですね、こんな感じです。伸ばしても結構ね、ちょっと今ピンク味がわかるぐらいですね。もっとね、フィットさせると色がこんなに濃くは出ないと思うんですけれども、まあ、これでファンデーションのこうフィット感をね、アップさせるだけじゃなくて、ちょっと色味をピンクに補正して、で、次こちらですね、このファンデーションを重ねると、このまま見るとね、結構黄色いの分かりますかね。これをこの下地に重ねて使うようにします。手の方が多分焼けてるので、ちょっとここだけ白っぽくなってますけど、これでね、この辺りにのせてもらって色を見てもらったらちょうど良かったです。今日もね、実はこのファンデーション使ってるんですけど、どうでしょう、色味黄色すぎないですかね、大丈夫ですかね。まあ、買ってから数日使ってみたんですけど、使用感はね、すごくいいですね。こちらもですね、使い心地はまあ軽いんですけれども、結構カバー力もあって、でもそんなにね、厚ぼったい感じにはならないですね。まあ、これからね、寒くなってくるので、寒くなると私の顔はですね、この血管紙の部分がやっぱり血管の色がね、目立つようになるので、このあざのね、カバーをね、いつも以上にちょっとしっかりしないといけなくなるんですよ。なので、このね、コンシーラーはちょっと厚塗りになっちゃうんですけれども、まあ、他の部分はね、このファンファンデーションでそんなに重ね付けしなくても綺麗に、色ムラとかちっちゃいシミとかでしたらね、カバーできるかなという印象でした。これでね、ファンデーション今回購入したので、トムフォードではちょっとファンデーション買わなかったんですけれども、今回ね、スックのカウンターは初めてだったので、アイシャドウの方もですね、おすすめの色を含めて3つ購入してきました。私全然情報知らなかったんであれなんですけど、多分ね、限定が出て間もなかったのかな。で、限定色はもちろんなかったんですけれども、新色が2色残っていたので、まずね、そちらを購入しました。1つ目ですね、こちらです。スックデザイニングカラーアイズの06番です。この06番はですね、こちらのピンクに少し青みがあって、青みピンク×モーブグレーといった感じのパレットになります。青みピンクとは言ってもね、なんかこうバブリーな感じはなくって、すごくやっぱり上品ですね。なんかこの上品さがやっぱりスックらしいかなと思います。そっちはですね、こんな感じです。こちらのね、白がちょっと見えにくいんですけれども、ハイライトカラー、モーブグレー、そして青みピンクがあって、こちらのシミ色になります。
ぱね全体的に透明感がある発色だなと思います。結構ねこれ指でしっかりめにつけているので、まあ、色の濃さのコントロールはしやすいんじゃないかなと思います。この2色はですねそれぞれ単品とかグラデーションにしてもいいんですけれども、重ねて使うとこちらのピンクにより深みが出てとても大人っぽい目元が作れるようになっています。はい、じゃあ次もう一つ新色ですね。ズックデザイニングカラーアイズの07番です。このねブルーが入っているパレットって私はねすごく新鮮です。ネイビーとかよりもねさらに水色ってもっと使わない色なので、こういうねほんと配色のパレットは初めて買ったんじゃないかなと思います。この色とこの色の組み合わせっていうのがねすごくかっこいいなと思ったので、今回ねトライしてみたいと思います。お色味はですねこんな感じです。全体的にツヤツヤしていて、やっぱりねこの水色も明るめの水色っていうとすごくねパッと派手なイメージなんですが、スックの手にかかると上品ですよね。でこちらですねサイトの説明文によると、水色というよりは鮮やかなシーグリーンなんだそうです。こちらのアンバーベージュとのコーディネートで神秘的な冬の光に映える眼差しにということなので、やっぱりねこんな明るいブルーが入ったパレットでも冬をねイメージした仕上がりになるようです。でさっきのピンクのパレットはこちらとこちらをね混ぜて使っても良かったんですが、こちらに関してはこの2色ね混ぜちゃうと色が濁ってしまうそうなので、重ねずに使ってくださいということでした。なのでこれはですね、まあ、メインカラーに使ってもいいんですけれども、目尻にちょんちょんとのせたりポイント的に使ってもいい色なんだそうです。多分ね私もこれをメインに使うのは似合わないと思うので、メインはこちらのアンバーベージュにして、こちらのカラーはポイント的に使おうと思います。だんだんね色をのせるとこがなくなってきましたが、パレット3つ目はこちらです。スックデザイニングカラーアイズの03番です。こちらはもともとあったお色のようなんですが、一目惚れしました。これもねそのまんま見るとこのピンクがね私の苦手なコーラルっぽくも見えるんですが、もうちょっとね赤みがあるのでいけるんじゃないかなと思いました。ね、光に当てるのとこうするので全然色味が違いますよね。この色が多分実物に近いと思います。でこうやって見るとピンク系のお色とブラウンのコンビかなっていう感じなんですが、これもねサイトによるとレッド×カーキなんだそうです。なのでねやっぱりこのコーラルピンクっぽいものは見た目通りちょっと赤寄りみたいですね。ちょっとね腕が足りなくなったので反対側の腕につけました。ちょっとねハイライトカラーはほとんど見えないと思います。こちらがねメインカラーですね。確かにこうやって肌にのせるとブラウンっていうよりはカーキ寄りですね。そんなにグリーンが強いカーキではないので私でも使えると思います。この赤がやっぱりね持ってない色なのですごく新鮮ですよね。今の時期にねほんとぴったりな色だと思います。まあ、こちらの色でちょっと影をつけてやって、まあ、目をねこちらで使っていきたいなと思います。でチークはなんかねスープのチーク結構黄色っぽいのがやっぱり多くて、で私は黄色みの強いチークがあんまり得意ではないので、一番ね青みを感じる明るい色にしました。こちらです。スックピュアカラーブラッシュの06番です。これねすごく面白いなと思ったのが、よくこういう配色のパレットがあるともうパッと見ねこちらで白みをプラスできる青みピンクのチークなのかなと思うんですけれども、なんとねこちらのピンクはちょっと黄色みが入っているんだそうです。なのでこちらだけで使うと黄色みのあるピンクとして使えて、これと合わせるとこちらでねちょっと透明感をプラスできるような仕上がりになります。なんかこの手のまあグラデーションパレットってたまにありますけど、このね青み系とね黄色み系とね両方入っているっていうのがねすごく新鮮でした。ちょっとね残念ながらこれはね手に取ったのでは色があんまり出なかったので、もうそのまま実物の色だけご紹介しておきますね。でもちろんこのグラデーションは吹き付けではなくって、下までちゃんとこのグラデーションになっているので、最後までこの配色を楽しむことができます。で他にもねもっとこっちに黄色みが強い色がセットされたものとかもあったので、逆にそういうイエロー系とかコーラル系のお色がですねお好きな方はこのスックのピュアカラーブラッシュの中から選ばれると好みのものが見つかるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最後ですねリップです。これはですねパレットに合わせて使える色ということでオーダーしたんですけども、何色か候補を挙げていただいた中ではねすっごいもうダントツで気に入りました。スックのねリップでもいろんな種類があったんですが、こちらはモイスチャーリッチリップスティックというシリーズになります。リップバームのような感覚で使えるように作られたリップのシリーズなんだそうです。なのでねリップが荒れやすいという人でも比較的使いやすいものだというふうにおっしゃっていました。こちらはですね04番で、このシワ化がすごくおしゃれじゃないですか。しかもねこちらなんと輝きを与える純金箔配合なんだそうです。非常にねシアーなので、この見たまま発色しないので赤リップでも普段使いやすいお色になっています。
この赤み加減っていうのがね、すごく個人的には、まあ、アイシャドウとかもそうだったんですけど、私のイメージするスックのイメージそのものでしたね。他のブランドにはないなと思いました。なんだろう、やっぱ日本的な感じがするからですかね。シワカだとシャネルのも持ってるんですけども、それとはね、やっぱ違った印象に感じます。もう腕がね、いっぱいになったので手の甲でお見せしますけれども、こんな感じです。これね、今ね、3往復ぐらいグリグリしてこんな感じですね。なので唇にのせると元の唇の赤みと合わさって、本当にね、これ単体塗るってここまで強く感じない仕上がりになります。パレットの方がね、結構色のコントロールがしやすいので、ガツッとね、目元に色を置いて、でチークも発色が弱かったので、唇もね、こんな感じで抜け感のある仕上がりにして、もう全体にアイシャドウを主役にしたメイクに挑戦したいなと思います。でこの塗り心地もね、ほんと滑らかですね。でも密着感がかなりあります。こうやって伸ばしても、そのズルズルね、伸びてしまわずに、結構本当にグリッとね、塗った部分に密着してくれているような感じがしますね。まあ、このね、柔らかいテクスチャーと、かなり本当リップバームっていう感じの塗り心地だったので、唇が本当荒れやすくって、なかなかね、新しいブランドの口紅っていうのにね、トライできない私だったんですが、これはね、もうそのまんま現品購入しました。はい、というわけでですね、今回はスックでの購入品をご紹介しました。まあ、ベースもね、これで新しく調達できたので、アイシャドウの使い方を研究して、まあ、目元をね、主役にしたようなメイクを作っていこうと思うんですけれども、まあね、パレット一気に3つも購入したので、しばらくね、メイク動画もね、いっぱい撮れるかなと思っています。まあ、とはいえね、ほんとスックは初めてだったので、私のね、知らないアイテムもたくさんあると思います。ぜひスックね、ご愛用されている方で、これはね、隠れた名品だよっていうアイテムとか、これはね、特に人気の色だよっていうのがあれば、ぜひコメントでね、教えていただけると嬉しいです。はい、今日の質問コーナー、イエーイ。なんか突然コーナーが始まりましたけれども、以前のですね、企画の時に本当たくさん質問をいただいていたんですけれども、生配信後にもですね、追加でまた100件ほど質問をいただいたので、まあ、それをね、ピックアップして、まあ、覚えてる日はご紹介していこうかなと思います。まあ、今回それの初ということになるんですけれども、名前の読み方がね、これアルファベットでそのままでいいのかな、 UCG さん。誕生日などのプレゼントにおすすめのコスメやケア用品で周りと被りにくいものがあれば、ぜひ教えてもらいたいですということですね。誕生日プレゼントのおすすめ、たまにそういえば聞かれますね。可愛いやつだとジルとかラデュレあたりとかが人気だと思うんですが、被ることを気にするとね、なかなか難しいですよね。で、個人的なおすすめなんですけれども、ラッピングをね、きちっとしてくれるブランドのアイテムっていうのはおすすめですね。特にディオールとかだとオンラインでもギフトラッピングしてくれて、確かメッセージカードとかも添えることができたかと思うので、私はね、遠方のお友達にね、送る時などによくディオールのオンラインを使っています。人と被らなくて、しかも予算的にも結構抑えれるんだけども、もらった側はね、意外ですごく喜ばれるのがシャネルとかディオールのコットンですね。どちらもね、ちゃんとね、こうしっかりした箱に入っていて、非常にね、ラグジュアリーなコットンで、ロゴがね、型押しされているんですけれども、私はね、どちらも使ったことがあって、コットンとしての使用感もすごくいいんですよ。で、多分ね、1000円台で購入することができて、なかなかね、自分用にそのブランドの1000円ぐらいするコットンで使うことがないので、普通にスキンケアされる方だったらね、そういったものも喜ばれるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとしたね、プチギフトとしてもいいですし、例えば予算をね、決めていて、少しね、何かプラスしたいっていう時なんかにもね、そういったものをプラスすると面白いんじゃないかなと思います。参考になれば幸いです。というわけで、今回はスックでの購入品をざざっとご紹介しました。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。